こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。もはや、日本の潜水艦技術と中国の潜水艦技術は異次元となりつつある。日本は、静粛性という最大にして、最高の武器を持っている。反して、中国の潜水艦は、通常動力型潜水艦では爆音。原子力潜水艦に関しても騒音。すべてにおいて秀でている、海上自衛隊潜水艦。中国潜水艦は、探してくれと言っているようなもので、見つけるのも簡単。どこに潜んでいるのかも、すぐにわかる。日本海域に侵入しようものなら、すぐに防衛任務に入る。海底で何が起きているのかわからないにしても、すぐさま防衛任務に、移すことが可能。もっとも敵にしたくないだろう。では、こんな話があった。中国原子力潜水艦の気になる話をしていこう。少し前の話だが、2018年の年初に発生したのが、中国海軍の攻撃型原子力潜水艦、昇九とおぼしき艦艇が尖閣諸島近海で、海面へと浮上し、中国国旗を掲揚したという不可解な行動だ。中国海軍を擁護する見解としては、尖閣諸島は中国の領土であると、保持するために、この昇九原子力潜水艦は、こうした行動を実施したのだと、強弁する意見も見られたが、軍事的にはナンセンスだろう。中国海軍のこの昇九原子力潜水艦に限らず、現在の潜水艦は、敵に、自らの位置を捕捉されない秘匿性の保持が、最大の存在前提であり、そうでなければ任務の遂行は成し得ない。現在の潜水艦を大別した場合、その用途によって今回の昇九のような戦術的な攻撃型潜水艦と潜水艦搭載型の弾道ミサイルを搭載した戦略型潜水艦に分かれるが、いずれも同様だと言える。なぜなら、敵からの攻撃に対する防御力が高いと言い難い潜水艦は、その位置を特定されてしまえば、水中に潜む優位性を失い、敵からの攻撃で容易に行動を封じ込められてしまうからだ。こうした状況証拠から、香港のマスコミ市場でも、海上自衛隊に位置を把握された昇九潜水艦は、それと気づかず、尖閣諸島近海へと侵入したものの、必要な追尾に浮上せざるを得なくなったと指摘された。昇九原子力潜水艦は、全長107メートル、幅11メートル。排水量6000から7000トンの規模となっており、2006年頃から収益を始めた間で、現状2隻、最大で6隻まで建造の予定だと召されている。昇九原子力潜水艦は、形式的には、093型原子力潜水艦に分類され、091型環球原子力潜水艦に続く中国海軍建造の国産2番目となる。
攻撃型原子力潜水艦として認識されている艦だ。 3.4 番艦において小級原子力潜水艦は全長等を若干延長し騒音を抑えた改良型になっており、続く 5.6 番艦でもさらなる改良が施されバージョンアップしていると予想されている。さらに093型小級原子力潜水艦の後継型として、すでに095型原子力潜水艦の建造計画も進行しており、静粛性を高めたい地上攻撃用の兵装を充実させたこの新型艦が2020年前後には収益するとめされている。こうした新型の095型原子力潜水艦の収益が確認されるまでは、現状093型小級原子力潜水艦が中国海軍の最新鋭の攻撃型潜水艦とみて差し支えなさそうだが、今回の対象艦は改良型の 093A 型だったようだ。今回の行動が093型小級原子力潜水艦の実力だとすれば、日本側にとっては正直組みしやすい相手となるので、むしろありがたいとすら言える存在なのかもしれない。海上自衛隊の潜水艦探知能力は太平洋戦争後に当時のソ連の潜水艦を仮想敵として培われてきたものだが、さすがにこの分野で数では中国海軍に押されているものの、質では未だ凌駕していると言えそうだ。海上自衛隊は長年仮想敵国の潜水艦封じ込めに際して領海の海底にセンサー網を張り巡らしており、中国海軍の潜水艦を個艦単位で識別し、出航時からその動きを逐次追尾可能と見られている。これは音門と呼ばれる個艦ごとに潜水艦の音を識別する情報を保有しているためであり、日々の任務での収集活動に勤しむ中で蓄積されてきた日本の領海防衛の用と言える根幹の情報だ。今回の093型小級原子力潜水艦の件では、日本領海に侵入する危険性ありと見た海上航空領自衛隊の艦船航空機が2日間にわたる追尾を行い、最終的には護衛艦がアクティブソナーで警告を発した。当然、この追尾には海上自衛隊の潜水艦も加わっていたと考えられるが、こちらはその位置を特定されることを恐れて主体的な行動はせず、護衛艦のアクティブソナーに任せた状況だろう。こうした点からいざとなれば、海上自衛隊の潜水艦が該当の093型小級原子力潜水艦を撃沈してもおかしくなかったと主張する向きもあるようだが、いささか飛躍しすぎと言わざるを得ない。いかに中国海軍が挑発的行動をしてこようと、自衛隊が実際の武力行使に及ぶには政治的なハードルが高く、ましてや撃沈まで至るような事態はアメリカをも巻き込んだ高度な問題となるためだ。ことに、
近年の紛争では、先進国の軍隊では、自軍の損耗を限りなくゼロに。抑えることが作戦行動の大原則であり、アメリカのイラク攻撃などに。見られるように、ワンサイドゲームの展開でしか発生しづらい。アメリカほどの圧倒的攻撃力をもってしても、国際的な非難に。さらされることは、できる限り避けたいと考えているのが実情であり、実際の武力行使にまで至ることは稀だからだ。もちろん、そうした状況は中国でもある程度同様ではあるものの、南シナ海や台湾など中国が自国の領土だと主張する地域、つまり尖閣諸島もそれを口実に進出してくることは起こり得る。そうした事態の抑止力として、今回の件は中国海軍に対して自衛隊の防御網を知らしめた、その気になれば撃沈されるかもしれないと思わせたことに非常に価値のある行動だろう。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。南シナ海での中国人工島問題は世界問題へと発展しています。では、何が起きているのか、人工島にまたまた地下軍事施設を作ってしまった中国。キャッチしたのは衛星写真、実際の映像は初めて。では今回この人工島に地下基地に潜水艦が入港する様子を話していくね。また見つかるなんて。2020年8月21日、アメリカのプラネットラブズ社が SNS 上にアップした画像が、中国海軍の093型潜水艦が地下基地へと進む直前の状態を撮影したものではないかとされて話題を集めた。多くのネットユーザーによって拡散された同写真は、中国の海南島にある油林海軍基地であると説明されており、衛星画像を扱う民間企業によって公表されたことが極めて稀なことだと見さされている。これが説明通りに中国海軍の093型潜水艦であれば、2018年1月に尖閣諸島の近海を潜航したまま航行、おそらく海上自衛隊艦艇や航空機の意味を受けて受け浮上し、国旗を掲揚したものと同型の艦だ。中国海軍のこの093型潜水艦は、原子力推進を採用した攻撃型の潜水艦であり、2006年の一番艦収益後、2020年までに全6隻が建造されているとみられ、中国の潜水艦として遠洋進出を先駆けた艦と言われる。093型潜水艦は、別名小級とも呼ばれている艦艇だが、ロシアの
ビクター III 型原子力潜水艦をベースに中国が建造したもので、特に初期型のものは潜水艦として必須の静粛性に難があると指摘されてきた。こうした点から海上自衛隊では中国海軍の潜水艦の股間ごとの音紋をすでに把握しているとも言われ、先の2018年1月のような追尾活動を遅滞なく行える体制が構築されていると見られている。一方で、093型潜水艦は、艦首に 533mm の6門の魚雷発射管を備えており、ここからは、最大射程が約 540km とも言われる対艦巡航ミサイルの発射も可能であり、アメリカ海軍の空母打撃群を牽制する役割を担う。海南島は、現在の中国の最大の面積を誇る島であり、日本で言うならば、九州のおよそ9割ほどの大きさで、別名、中国のハワイとも呼ばれ、リゾート地としても、その名を知られている島だ。同時に、南シナ海に位置する海南島は中国海軍の重要拠点の一つでもあり、今回衛星写真に写されたという油林海軍基地は着々と南シナ海進出を進める中国の水上艦艇と潜水艦に必須の軍港となっている。ただ、中国海軍ではここに潜水艦の基地を設けていることを公にしているわけではなく、あくまで推察であるため、ことに今回の写真の出どころがアメリカの一民間企業であることがクローズアップされたものだ。それには、アメリカ側の情報収集力を誇示する狙いも含まれているとの見方も多く、中国としては、この写真について、今のところ何の反論も、コメントも出しておらず、黙殺している状態だと言える。2020年5月には、衛星からではなく、アメリカ海軍の P-8A ポセイドン哨戒機が、海南島に接近して偵察飛行を実施したことも明かされており、同等の中国海軍の動きをアメリカも注視していることが伺えた。だが、実は、もっと遡れば、中国とアメリカは、海南島をめぐって、直接的な衝突をすでに引き起こしたことがあり、もし、仮に、これが今現在発生したとするならば、そのまま、米中の戦争にもつながりかねない事象だった。これは、2001年4月に発生した事故であり、この時、海南島上空に向けて飛行したのがアメリカ海軍所属の EP-3E 電子偵察機で、これを同等に近づけまいとする中国海軍の J-8II 戦闘機が接触したものだ。この接触によって中国海軍の J-8II 戦闘機は墜落、乗組員は死亡し、アメリカ海軍の EP-3E 電子偵察機は、墜落こそ免れたものの、不時着し、機体は大破となり、米中双方に損害が発生する事故となった。さて現在に戻ると、実は、2020年5月にアメリカ海軍の太平洋艦隊は、保有する稼働中の攻撃型原子力潜水艦のすべてを、南シナ海から西太平洋方面の海域に進出させることを公表するに至った。これは新型コロナウイルスの渦中で一時期太平洋方面で活動可能な空母打撃群がセオドア・ルーズベルトの1ユニットの
身となっていたことも影響したと思われ、中国の空母打撃群への対抗策とも言える。アメリカ海軍太平洋艦隊には、総数で25隻の攻撃型原子力潜水艦が所属しており、今回の作戦行動には、少なくとも、そのうちの10隻以上の潜水艦が振り向けられるものと予想されていた。これは、アメリカ海軍が、このところ、駆逐艦や航空機を南シナ海に進出させる航海の自由作戦よりも、軍事的な打撃力が高い戦力の投入だと見られており、中国海軍の対戦能力を上回るものだろう。過分にして、この続報は耳にしていないが、同時にこれが解除されたとの方もないことから、現在も継続中なのではないかと考えられ、近年類を見ない規模の潜水艦作戦ということができそうだ。見た目に、派手な航空母艦の派遣などと異なり、存在位置自体が、軍事機密とされるアメリカの潜水艦の行動は、今後も明らかにされることは、ないと思われるが、民間衛星に撮影された中国との違いを感じる。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。ついにパクった中国空軍 J31 ステルス戦闘機が始動するのか。最近は言った話になるがいよいよという話も聞いている。でも、表に出てきていないのはどうしてだろうか。考えてみると、やはり F-35 に似ている多打エンジン2を単発から双発に変えて製造しているだけだ。無論、誰が見てもパクっている状況がわかる。だが問題はそこではない。中身が大事。中国側も、そこまでの技術はなかったのか J31 戦闘機が表に現れるのが遅すぎている。遅れれば、無論日本も F-35 戦闘機の導入が決まっている。装備は数でも上回ってくる。しかし、開発が遅れている状況だっただが、
量産化するとの噂を聞きつけて今度こそは。そう中国側も狙っているところだろう。では、もう少し詳しく見ていこう。この J31 戦闘機は空母の艦載機として開発されたと言われています。2012年11月の広東省での航空ショーで J31 の模型が公開されましたが、肝心のスペックなどは不明でした。中国が開発したステルス戦闘機としては J20 に続く2機目なのですが、謎めいた戦闘機ともっぱらの評判です。J31 の試作初号機が初めて飛行したのは2012年でした。その後、改良された試作2号機が登場して、様々な試験が続行され、予定では2019年までに量産機の初飛行が行われると言われていたようです。しかし、2019年に J31 の量産機が姿を現すことはありませんでした。中国が開発した J31 戦闘機ですが、日本の自衛隊が導入している F-35 戦闘機の模造品とも呼ばれています。あまりにも似すぎているんですね。要するにパクったんだろう?というわけです。F-35 の情報を中国が盗み出したという噂もあり、似てるのも当然と冷ややかな見方もあります。そういう世界の評判を気にしているのか、J-31 についての話はなかなか聞こえてきません。航空ショーで展示された模型を見ると、搭乗者は一人で、エンジンを2機積んだ双発形式ということです。2枚の垂直尾翼が外側に傾けて付けられていて、機体の姿もなかなかおしゃれ。しかも、ステルス機能は先輩である J20 より優れていると思われます。しかし、アメリカメディアの報道によると、中国空軍の指定色に、塗装されたステルス戦闘機 J31 が初めて姿を見せたということです。ひょっとしたら、この機体こそ J31 の量産機なのではないかという推測もされています。もし、J31 の開発が、スケジュール通り進んでいるとしたら、2022年までに初期作戦能力 IOC イニシャルオペレーシオーナルキャップアビリティを、2025年までに完全戦闘能力 FOC フルオペレーシオーナルキャップアビリティを獲得する予定ですから、中国はアメリカの次に2機種のステルス戦闘機実用化に成功することになるはずです。J31 ステルス戦闘機について詳しく紹介しましょう。といっても中国からの情報は皆無なので、様々な写真や映像からの推測ということになります。この J31 は短座型の双発戦闘機です。アビエーションウィークが画像から試算した推定値によると、基本的なスペックは全長が 16.9M、全幅は 11.5M、最大離陸重量28トンとされます。最高速度はマッハ 1.8、
兵器の搭載量は機内が2トン。機外が6トンの計8トンであり、内部燃料のみの戦闘半径は 1250km。外部に増装携行時の戦闘半径が 2000km と推定されます。前述の先輩格にあたる J20 戦闘機より、一回り以上小型化していますし、重量も10トン以上軽い仕様になっています。J31 のこのような諸元から考えて、空母搭載用として設計されたのではないかと言われてきました。しかし、サウスチャイナモーニングポスト紙、香港で発行されている。英字日刊紙によると、中国人民解放軍の最高意思決定機関である中央軍事委員会は、J31 ではなく J20 の艦載機化を支持しているという報道でした。ということは、J31 の開発目的は、F-35 と同じように、海外輸出ではないかと言われています。ちなみにサウスチャイナモーニングポストは、香港がイギリス統治時代に創刊されました。英語読者を多く持つこの新聞は、現在ネット通販大手のアリババグループに、買収されましたが、まだまだ本土寄りという空気は薄いようです。その報道ですから、冷静な判断がされているとも考えられます。という意見はありますが、アメリカメディアの考えは、中国空軍保有の J8II 戦闘機を J31 に置換しようと考えているのではないか、という予想です。J31 戦闘機のステルス性能を第一とすれば、空対空ミサイルは4発しか携行できないそうです。機体外部のパイロン、機体から兵装などを吊り下げる部品を利用すれば、最大10発から12発のミサイルを携行できるのですが、そうすると、肝心のステルス性能が損なわれてしまうのです。俗に言う、あちら立てれば、こちら立たず、状態でジレンマを感じることでしょう。中国には、大型のステルス戦闘機 J20 がありますから、この J31 のどっちつかずの性能は、何とも対処に困る存在のようですね。要するに J31 戦闘機は中国にとっては、ステルス戦闘機としては、いまいちな航空機で、それを補強するために、大切なステルスを犠牲にしなければならないという、本末転倒な代物というわけです。こんなことをするぐらいなら、購入価格が、J31 より安い J10 戦闘機。ステルス性能なしで J8II を置き換えた方が賢明と言えるでしょう。と言っても、J31 の性能が劣っていると思われるのは、J20 戦闘機というものがあるからということができます。高性能な戦闘機を調達したい中国ですが、政治的、経済的な理由で何かと対立しているアメリカから F-35 戦闘機を調達することはできません。となると J10 に目を向けることは魅力的な選択肢の一つであることには変わりはないでしょう。改めて考えてみましょう。
中国空軍の指定色に塗装された J31 戦闘機の登場が、果たして本当に量産機の完成を意味しているのでしょうか。アメリカメディアが指摘しているように、いろいろと瑕疵のある。J31 戦闘機を中国が本当に導入するのか、注目されるところです。